景品表示法のうち、食品に関する表示について説明します。景品表示法の正式な名称は、不当景品類及び不当表示防止法です。これを略して、景品表示法や景評法と呼ぶことがあります。この法律は、不当な表示や過大な景品類を規制して、公正な競争を確保することにより、 消費者の利益を保護することを目的としています。景品表示法は消費者が良い商品、良いサービスを安心して選べる環境を守る法律といえます。今回は景品表示法のうち食品に関する表示の部分について説明します。景品表示法の対象となる表示は、容器包装や商品のラベル、新聞や テレビなどの広告ポスターや看板チラシやカタログのほか実演販売やセールストークなどが対象となります製品表示法では嘘や大げさな表示など事実に反して消費者を誤認させたり騙したりする表示である不当表示を禁止しています不当表示は有料誤認表示 表表示、示そののの他誤認されれるる恐れのある表示の3種類です。なお景品表示法の特徴は食品表示法などの他の法令と異なり特定の表示の義務付けがなく表示してはいけないことも細かく定められていないことですまた過失による不当表示であっても景品表示法に抵触しますのでご注意ください 不当表示のうち、有料誤認表示について説明します。有料誤認表示とは、これはとても良い品質だと思わせておいて、実際にはそうではない表示のことです。有料誤認表示に該当するものは、実際のものよりも著しく有料であると誤認される表示や、実際は違うのに、競争事業者のものよりも著しく有料であると誤認される表示です。 例えばジュースの容器包装にあたかも果汁100%であるかのような表示をしておきながら実際は果汁50%であるものやスタミナドリンクの容器包装や広告などにあたかも他社の類似商品に比べてビタミンが2倍含まれているかのような表示をしておきながら実際は他社製品と同じである場合これらは 有料誤認表示に該当する可能性があります先ほど有料誤認表示は実際のものよりも著しく有料であると誤認される表示や実際は違うのに競争事業者のものよりも著しく有料であると誤認される表示であると説明しましたこの場合の著しくとは誇張や誤題が社会一般に許容される限度を超えていることです 結果として消費者による商品やサービスの選択に影響を与えます。有料誤認表示に該当するかどうか判断する場合は消費者が著しく有料であると誤認するか事実を知っていればその商品などを選択しなかったかといったことを基準に考えます。なお判断にあたっては商品などの性質取引の実態 表示の方法、消費者の知識水準、時代背景などを考慮して、個別の事案ごとに判断します。業界の慣行や表示責任者の認識に基づき判断されるものではありません。有料誤人表示については、不実証広告規制という制度があります。これは、合理的な根拠がない効果や性能の表示を、 有料誤認表示とみなして規制制すする制度です消費者庁や都道府県知事は商品やサービスの効果や性能に有料誤認表示の疑いがあると判断した場合表示を行った事業者に対して合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます提出された資料が客観的に実証された内容でない場合や表示された効果や性能と 提出された資料によって実証された内容が適切に対応していない場合合理的な根拠がないものと判断して有料誤認表示とみなします効果や性能を表示する場合は有料誤認表示とみなされないよう合理的な根拠をもって適切に表示してくださいこれは実際にあった表示をもとにした有料誤認表示の例です 飲食店のメニューに自撮り一筋という文字とともに自撮りの写真やその流通過程などを表示していましたこれらはあたかも自撮りを使った料理を提供していると思わせるような表示ですしかしながら実際は自撮りではなくブロイラーを料理に使っていましたこの表示では料理に自撮りを使用している旨をはっきりと表示してはいませんでしたが 自撮りを使っていると誤認させるような表示をしたため、有料誤認表示であると認定されました。次に、不当表示のうち有利誤認表示について説明します。有利誤認表示とは、これはとてもお得な価格だと思わせておいて、実際にはそうではない表示のことです。有利誤認表示に該当するものは、実際のものよりも、 著しく有利であるると誤認される表示や実際は違うのに競争事業者のものよりも著しく有利であると誤認される表示です例えば家電製品をメーカー希望小売価格の2割引きで販売するかのような表示をしておきながら実際はオープン価格でありメーカー希望小売価格が設定されていないものや家電販売店の広告などに あたかも地域最安値で販売しているかのような表示をしておきながら実際は近隣の他店より高い場合これらは有利5人表示に該当する可能性がありますこれは実際にあった表示を元にした有利5人表示の例です新聞の折り込みチラシなどに29日肉の日限り牛肉豚肉鶏肉 当日表示価格より半額と表示していましたこれらはあたかも通常価格の半額で販売するかのような表示ですしかしながら実際は当日に通常の販売価格を一旦引き上げた上で半額としたものであり通常の販売価格の半額ではありませんでした折り込みチラシなどでは当日表示価格より半額と表示していましたが 通常の販売価格の半額であると誤認させるような表示をしたため不当な二重価格表示による有利誤認表示であると認定されました先ほどの有利誤認表示の例は不当な二重価格表示によるものでした二重価格表示とは販売価格を表示するとともにその比較対象として 販売価価格格よりも高い他の価格を併記すすることです例えばメーカー希望小売価格や通常価格を表示し販売価格としてこれらより安い価格を表示した場合二重価格表示に該当します二重価格表示自体は事実に基づくものであれば表示して差し支えありませんしかしながら比較対象として メーカー希望小売価格と表示しておきながら実際はオープン価格である場合や本来のメーカー希望小売価格を意図的に引き上げて表示した場合は比較対象が不適切であるため不当な二重価格表示となりますまた比較対象として通常価格を表示しておきながら実際は 最近相当期間にわたって販売されていた価格でない場合や一度もその価格で販売されたことがない場合も比較対象が不適切であるため不当な二重価格表示となります二重価格表示を行う場合は不当な二重価格表示にならないように注意する必要があります景品表示法では有料誤認表示や 有利誤認表示のほか、紛らわしいまたは正しい判断を困難にさせる表示を内閣総理大臣が指定して禁止しています。これは有料誤認表示や有利誤認表示を禁止するだけでは不当表示に十分対応できない場合があるためです。内閣総理大臣が指定して禁止している表示は全部で6種類です。このうち、 食品の表示に関係するものは無果汁の清涼飲料水等についての不当な表示商品の原産国に関する不当な表示おとり広告に関する不当な表示です。その他誤認される恐れのある表示のうち無果汁の清涼飲料水等についての表示では無果汁・無果肉または 果汁、果肉が5%未満である清涼飲料水などに果実名を用いた商品名や果実の図案など果汁や果肉を含むかのような表示をする場合は無果汁である旨などを明瞭に記載しないと不当表示に該当するとしています。商品の原産国に関する不当な表示では地名や国旗を表示しあたかも 特定のの国国や地域が原産国であるかのような表示をしておとり広告に関する表示ではあたかも普通に取引できるかのような表示をしておきながら実際はその商品を仕入れておらず取引できないものや商品を仕入れているものの供給量が著しく限定されるものなどを不当表示としています。 景品表示法に違反した場合、重大なものには措置命令という行政処分が行われます。これは違反行為の差し止めだけでなく、社内研修の実施や再発防止マニュアルの作成などの再発防止策の実施、新聞に違反事実を掲載することによる一般消費者への周知徹底を命じるものです。さらに、 課徴金の納付を命じられる場合があります。課徴金の額は、対象行為に係る商品やサービスの売上額の3%です。ただし、減額される場合や納付を命じられない場合もあります。景品表示法では、事業者や事業者団体が、消費者庁及び公正取引委員会の認定を受けて、 表示または景品が景品表示法に抵触しないよう、自主的に業界ルールを定めることができることになっています。このルールが、公正競争規約です。加工乳や乳飲料は、商品名に牛乳を使用できないことになっていますが、これは公正競争規約に基づくルールによるものです。 公正競争規約に基づく公正マークや会員証は、安心して商品やサービスを選択できる目印といえます。公正競争規約は、消費者が適正な商品選択を行うことができるようになるという側面だけでなく、業界全体に対する信頼の向上や公正な競争の確保につながるため、消費者と事業者双方にとって有益です。 食品表示は、消費者の皆様が食品を選択する上で重要な情報源となります。食品を製造・販売するにあたっては、景品表示法に抵触しないよう、適正な表示に努めてください。以上で景品表示法の説明を終わります。